モノはイーヨーレディオ。この番組はフリーマガジンズンダレのビジュアルを作る2人がズンダレ談義を繰り広げるラジオ番組です。サンちゃんです。モリモンです。お願いします。なんか今回スタイルが宮迫です。スタイルになったね。いやだ急に分けるからね、なんかびっくりしたね、うん、ドキッとした。なんかねびっくりしたね、うん、まあまあまあね始まりましたけども、はい、で今回のテーマがですね、はい、またざっくりドラマから得たものありますか。ドラマね、これ映画は入れちゃダメなの。いやまたね、もうドラマ縛りで縛るわ。縛るよ。いやいやいや、もう映画入れたら莫大な量になるからね。まあね、うん、ドラマってね、うん、あんま見てなくて。見てきてない世代。いやいや見てはいるんすけど、まあだけど例えばなんだろうな、最初の方とかで言ったら極戦とか見てたよね。極戦は大フィーバーしてたね。ルーキーズ、はいはいはいね、あと、はいはい、ルーキーズね、まあもちろん1リットルの涙は見てましたし、はいはいはい、あでも思い出してきたかも。見てたわ意外と。いや見てるよ絶対。だってもうドラマ、あ見てたわドラマ結構。あガリレオ見てた。ガリレオ。ガリレオ実に面白い。あ東野圭吾原作のね。そうなるんだ、うんうん、そういう回答になるんだね、うん、さんちゃん白夜行見てたっしょ。見てた。港かなえやろう原作。でしょ知らんけどそれ俺原作知らんねんな本当にさんちゃん小説好きやけんあれやけど、うん、いや本当ね、そのシリーズの N のためにとかも、うん、もう本当面白くてさ。 N のために、うん、これ榮倉奈々ちゃんがね主演で。あそれドラマもあったの。ドラマもあったんですよ。あったっけそんな。あったんですよ。ほう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 。ここ最高5、6、7年前とかで言うとなんか、うん、かな子と直美みたいな広末涼子と内田有紀が出てたのも面白かったな。最近それ、うん、もちろん。なんかキャストがすごい昔っぽいよね、うん、今聞いたら。ドラマそれ。ドラマドラマ。広瀬涼子出てた、うん、なんかサスペンス系でね。へー、これは原作も面白いんですけどね。そっかそっか。でも1リットルの涙マジでみんな見てたよね。あれいつぐらいかな。あれね私高2とかやったね。あじゃあ中学か俺、うん、多分。それこそレミオロメンのさ3月9日っけ。いやあれは粉雪。あ粉雪っけ。粉雪って。あ粉雪かあれ、うん、あれあの歌流行ったやん。いやいかつい流行ったよあれ、ね、いかついよ。もうめちゃめちゃいい曲よね、うん、こんな雪舞う、うん、レミオロメンね、うん、すごくね俺の声のトーンに似てるから、うん、似てるってかその歌いやすいんよ、うんうん、音域がね。そう音域が、うん、めっちゃ歌ってた俺、うん、3月9日とか超歌いやすいやん。いや確かにずっとあれなんかコード進行も多分 C とか F とかそれぐらいでしょ。あそう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 。確かにな。で3月9日使ってたのって何のドラマっけ、うん、覚えてないよね。覚え出せないよな。でも1リットルの涙も挿入歌で3月9日流れてたよ。あそうかそうかそうか。合唱の時とかに歌ってた、うん、錦戸くんが。うん、俺らもね合唱で歌ったかもな、もしかしたら1リットルの涙で。なんかそれ以来さ結構卒業式とかで歌われるようになったよね。そうね、まあ、3月になるとね流れる季節の、まあ、いい歌やもん。いやめっちゃいいよ本当に。本当にいい歌よね。いや本当にいい歌なの。俺多分この話このラジオ初期ぐらいに多分した気がする。私だって毎回忘れてこの熱量で。3月になったら、うん、なったから多分話してたんだよ。3月9日ですよやっぱりみたいな話をしたんだろうね。したんどうせね、うん、想像つきますわ。ドラマから得た話だったっけ、うん、そうですそうです。でそっからやっぱり1リットルの涙がだって一番泣いたかもって思って、うん、泣いた観点で言うとね。泣いた関連で言うと1リットルの涙と、あー俺思い出した、あとマザーと、あー志田真奈ちゃんの、あとねスマイルってドラマ覚えてない。誰が出てた。ガッキーと松潤なの、うん、あー私ねそのキャスト見ない。見ない。あーごめん見てない。俺見ちゃうのよ。ガッキー出てると見ちゃうのよ。ガッキー見ないんだよな。ガッキー出てると見ちゃった。マジか。面白かったんや。
そう、目のね、あ、なんだったっけな、まあ、なんかそのちょっと障害を持ったガッキーと、そのなんか普通の障害を持ってない松潤の話みたいな感じで、うーん、まあまあまあすごい泣いたね。うーん、覚えてるわ、内容忘れたのに泣いたことは覚えてる。いや本当前なのよ、高1かなあれ俺が。でもガッキー、うん、その頃から全盛期ってすごいよね。ずっと全盛期じゃん。いやいや、ずっと俺が中2ぐらいの時からもう全盛期よ。マイボスマイヒーローかな。あー、はいはいはい、あ、マイボスさん、どれも出てたんだ。そう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 、あの人がキャストやと結構見ちゃうかも。あの、あ、たらこ唇の女優さん誰やったっけ。たらこ唇の女優さん、たらこ唇の女優さん、なに、な、でも、え、いや石原さとみだ。あ、石原さとみさんのドラマは、うん、多分 100% 見てるかも。お、好きなんやろな。でもそういう感じで見るやん、でもドラマってやっぱ、うん、そうね、俺もね、やっぱガッキー出てるから見るみたいな、うん、とこあったもん。だからさ、近年さ、うん、この原作が売れたからそれをドラマ化しましたっていう風潮あるやん、うん、じゃなくてさ、うん、なんやろ、まあ、1リットルの涙ももちろん原作があるし、まあ、大体のものが原作があってそれを脚本ね、ドラマに変えてっていう流れやろうけどさ、うんうん、なんか大ヒットコミックの恋バナとかをドラマにしましたみたいな、映画とかもそうやけど、うん、なんかそういうのやっぱなんかそんな見る気せんよね。まあね、千年、千年、うん、コミック、うん、なんかドラマかみたいなさ。いや、せんな。でも映画とかもやっぱ大体今邦画ってそうじゃんね。そう、あれはもう当たり外れすごい、うん、うん、う、漫画の実写がね、なかなか難しいよね、うん、出来上がってるからね、あそこでビジュアルが。いや、そう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 、漫画で。だけどやっぱ小説ってさ、やっぱこう、うん、絵がね、うん、ないから、こう、そうそうそう、小説はやりやすいよね、うん、でも池井戸潤原作のあのー、ほら、下町ロケット的なシリーズ、はいはい、あの半沢直樹とかさ、おうおう、あれ全部原作一緒なんだけどさ。そうなん、下町ロケットと半沢直樹一緒なん。一緒の小説家というか、すごい、ね、作家さんなんよ。ヒットしまくりやん、ね、でもやっぱ何クソ根性じゃん、全部あの、あの辺、あの人なんて、うん、やってやるぞみたいな、その 下町とか、とか、そのもともと平社員とかで立ち向かうみたいなさ、あれも見ちゃうよね。半沢直樹ちゃんと見たわ。あ、ちゃんと見た。ちゃんと全部見た。ね、ねってけ、あの 名台詞あったやん。やられたらやり返す、倍返した。あ、それか、うん、これです。あ、でもその根性大事ね。超真似してた俺、うん、あ、やっぱりドラマからね得たものね。まあそう、あるよあるよ、うん、うん、やっぱ子供たちってさ、親の背中以外に何を見るって結構さ、ただ今の子とかだったら YouTube とかかもしらんけどさ、うん、そういうのから摂取してるなんか道徳感とかってあるやん。いや、あるあるある、ね、1リットル涙もそうやし、うん、そうですし、あので、俺がね、あのなんかまあその時々によって、うん、その得るものはちょっとばらつくけど、うん、なんかもうルーキーズ見てる時とか、うん、もうこういかに生きて生きていくかみたいな。ルーキーズってそんな生きりドラマやったっけ。ルーキーズやっぱさ、ヤンキー野球漫画やから。あ、なるほど ね、 ね、なんかその ああいうのに憧れ出すしな、ね、なんかそうね、だけでもやっぱこの恋というもの、うん、これなんか男女のみたいなのを、うん、こう感じたのはあれだわ、あのそれこそ松潤とさ、うん、キッズ王。あ、違う、私、違う、それ松潤じゃないじゃん、キッズ王。誰だ、誰だっけ。松潤は出てないね。キッズ王は、もうちょっとキャストの名前出てこないけど、男性はあんまり今もうそんなに出てないんじゃないかな。あ、そうだっけ。キッズ王5よ、キッズ王5。キッズ王は見てたね。キッズ王見るよね。大好き、いつつこちゃん。それ毎回言うけど俺よく分からんのよそれ。なん
でさキッズモの後に大好きいつつごちゃん流れてたのになんでそこでキッズモでテレビ消すのよ。わかんない、でもキッズモ見たらはいって終わったんだ。なんでよ、その後に大好きいつつごちゃんがあったのに。タイトルが多分当時の俺には聞かれなかったやろうな。なんかちゃんとかが、ね、まあ、どう考えてもほんわり系やもんね、うん、いつつごの話なんでしょはいはいみたいな。そうそう、キッズモはね俺がそうそう、キッズオーキッズ懐かしい懐かしい、えぐ。キッズオーはマジでみんな見てたよね。あ、井上真央、ね、あ、そうそうそう、井上真央だ、井上真央、はいはい。でその言うたら茜がめっちゃいじめられるんだよね。そうそう、でもこれもやっぱさ、ザケンナよキッズオー5、ザケンナよですよ、うん、これはもうね、だけど小学校の俺がちょっと上のね人間の恋模様とか見て、うん、あ、いいなみたいな、キスっていいなみたいな、やっぱねピュアに思うわけですよ。なんかそういう随所随所でね子供ってね覚えていくもんね。本当そうよ、うん、随所随所で、あ、こうやってキスするんだとかね。そうそうそう、うわってなるもんね。うん、確かにね。そうそう、でも今考えたらさ、結構さ、ざけんなよとか結構強い言葉じゃん、うん、なんかそういうのって今のなんかさ、今時代的に結構親御さんがうるさくてそういう言葉使わないドラマとかがやっぱ普通なのかな。まあね、まあ、でもさ、もう今さ、もう歌のタイトルがうっせーわみたいなね。あ、そっか、十分強かった、十分強いから、もうなんかいいのかね、難しいよね、うん、ドラマとかの影響ってでも本当結構さ、思春期時代結構こう顕著に出るから。めっちゃ出るって。あれ、それこそあれもなんかさ放送禁止になったでしょ、あのライフっていうさドラマ。あなたっけ、原作がめちゃくちゃ激しいいじめの漫画で、ああで、それドラマ化されたけど、おめえの席ねえから。いや、そのちょっとごめん、名台詞はちょっと分かんないけど、そうでしょ、それ確か放映禁止か放送禁止かなんかなったんだよ。あ、そうやったっけ、うん、で真似され学校の学園のいじめ者っしょ、うんうんうん、俺見てたよあれ、ね、うん、おめえの席ねえからっつってね。のぶたをプロデュースとかもあれとかさ、あれもいじめよね。結構そう考えたらさ、いじめのものって多いよね。多いね、うん、うん、多いね。のぶたをプロデュースとかも割とちゃんといじめられたもんな。ちゃんといじめられる、まあ、でもちゃんとプロデュースされて、うん、まあ人気者になっちゃったりみたいなね、うん、してたけどね。なんかあったよね、うん、いじめ系多いね、そう考えたら。そうね、最近もそうなんかな。でも流してほしいよね、そのいじめの事実を流すんじゃなくて、うん、そのなんかいじめが起きるそのなんか心理についてとか。あ、まあ、どうしてもいじめって起きちゃうからさ、やめようとかそういうことじゃなくて、うん、なんで自分は人をじゃあいじめたくなるんだろうみたいなものとかを考えるきっかけになるものとかがあればいいね、うん、まあね、あ、心の弱さだったんだなとか、うん、まあ、でも多分いじめのテーマっていうか内容に入ってるっていうのは多いだろうな。うん、今も俺らが見てないだけであるでしょうね、うん、でもやっぱ一番視聴率取れるのは医療系らしいね。あ、そうならしいよ、あの救命病棟24時とか、白い巨塔とかね、うん、なんかなんで医療系そんなに人気なんだろうね。医療系って全然見てきてない気がするな。超視聴率取れるらしいよ、間違いがないらしい。でも確かにお母さんとか見てたかも、うん、白い巨塔とか、うんうん、あれはその1リットルの涙は医療系になるの。いや、あれはならんでしょ、あれは。あれはヒューマンドラマでしょ。そうなるんじゃないかな、まあ、病と格闘する女子高生の話っていうくくりじゃない、うん、そうね、うん、でもそうな、でもまあ話戻るけど、とにかくこう見たなみたいなドラマってちょパッと出てこんだよね正直。でもだんだんさ、そのドラマとかに対して以外へのそのやっぱレベルとかも自分もいろいろ知識が入って上がってくるから、うん、純粋にドラマにワクワクしてた時って多分ねリアル10歳くらいまでと思ってて、うん、って考えたらそのやっぱ土曜の9時とかに合ってた、なんか私で言うとサイコメトラエイジとか、なんか多分ちょっと世代違いから分かんないかもしれない。あ、はいはい、ソキオの松岡くんが出てたりとか、サイコメトラエイジ、うん、超夏、いや土曜の9時とか、あのそのキンキキッズが出てた、触ったものの、ね、うん、記憶をたどれるんでしょ、うんうん、そう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 、俺それ逆に漫画見てたから。あ、まあそれが漫画だったんだ、うん、
なんさ、なんだっけ、キンキキッズのさ、金田一少年の事件簿、違う違う、え、あったのよ、なんか3分間探偵、違う、何それ、あのなんか町が隔離されちゃって、うん、もうその中で限られた食料で生きていかないといけないみたいな、ドラゴンヘッド、ドラマがあって、違う分かんない、それとかも見てたけど、だからその話戻すと、うん、だからそのドラマもうこのドラマに合わせてお風呂入らなきゃみたいなぐらいのあの高揚感っていうのは、うん、もう多分正味で本当10歳ぐらいまでやろう、まあね、まあね、だけど本当のルーキーズかな多分、あー、でそのワクワクみたいな、でもそれから結構時間経ってマジで毎週見なって思って見てたドラマ、俺さっき思い出したんやけど、一個はあの半沢直樹、もう一個がリーガルハイ、あーリーガ弁護士の話か、でこれも、うん、案の定ガッキー出てます、あそれはね、なんかねちょっと要約してみた、リーガルハイを、うん、面白かった、あれおもろいんすよ本当に、正義とは何かみたいな話とかするよ、ね、そう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 、おもろい、あれはアンプドラマはいいよね、んああいうドラマはいいよね、いいよね、なんかうん、いやクオリティ高かったしね普通に、うん、やっぱその言葉とかに考えさせられるドラマがいいよね、うん、とかその演じるその主役の人のその人生の流れとかね、いや最近今ほんと若者学園ものみたいなドラマと見切らんだろうな、あそのもういわゆる極戦みたいな、まあ、極戦みたいなのとかもう本当に男女の恋模様ですみたいなのは、あ、うん、単純にそこに共感もできないしね、そうそうそう、そういうこと、うん、そういうこと、立ってる環境も違うからな、うん、だから逆にその映像監督のなんちゃらのなんか365日みたいなドラマがあったらだけ見るんじゃない、いや見見見もう逆にその同業種テーマのとかを俺見切らんのよ本当に抵抗あるよ、かけ離れたものがいいのかな、いやなんか知らなくていいって思っちゃう、あそう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 、まあ、そこにギャップがまた生じるからね、いやそんなことせんやろみたいなさ、うん、細かい演出とかがさ、ほら自分の実際の職業とかだと、いやこの仕事でそれはせんやろみたいなこととかが浮き彫りになっちゃうと、いやそう、そこに目入って話に集中できないとかね、僕もねその仕事モードじゃない時に仕事の吸収あんましないんですよ、うん、そうだけなんかそういうの多分見てきてないだろうな、えでも普通に私エディターしてたけど雑誌の、うん、その石原さとみじゃないわ沢尻エリカが、うんうん、雑誌のファッション編集長のやるそのドラマあって、うんうん、それとか普通に面白くて超見てたけどね、なんかやっぱ非現実のオブラートがバッカバッてかかってるから、あ、はいはい、なんかいやみんなこんなピンヒール履いて出社せんってみたいなのはあったけど、ね、普通に見ててビジュアル的に面白いとか、まあ、でも多分映像テーマにしたやつは俺の記憶で分かんないんだよな、まだ映像テーマ、まあ、なんか僕俺の業種をちょっとテーマっぽいした、うーん今んとこ思い出せないな、全裸監督とか、あ監督に向けたっていうのは意外とあるかもしれんけど ね苦悩とかさ、ドキュメンタリー的な、え洋画とかでありそうやね、もしかしたらね、うんそうやね、うん、ありそう、ネットフリオリジナルとかでもなんかありそうじゃない、ありそうね、うん、ネットフリやっぱいいんだよな、うん、面白いんだよな、ありそうありそう、まあまあでも多分あれかな、でもそのまあドラマは割とだけその若い頃のこのちょっと自分のこの立ち回りを意外とちょっとサポートはしてたよね、うーん、うん、なんかう、ね、まあ、あとねあの当時はネットの普及もしてなかったから学校でのね会話のね、うん、ネタだったね、ネタだったんですよ、見た昨日みたいな、そうそうそう、で見て次の日学校で話せれば、うん、もうその記憶ってもう残らんというか、うん、って感じだった気する ね今思い返すと、まあ、話のネタとしてうん、みんな見るっていうことになんのか、極戦とか完全にそうだもんね、うん、見たみたいな、亀梨くんかっこよかったねとかみたいなね、うん、そうそうそう、ああそういうことやね、そんな気するわ、うん、でちょっとモノマネとかして、うん、そう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 、ウケるでおしまいみたいな、だけど共通の話題がドラマやったよね、うん、今の話題、今の子たちって、ね、今の子はね大変やと思う、共通の話題がないんだ、多すぎてね、本当やこれ大問題や、ちょっとこれはちょっと次回のテーマですね、
ほんまやね、はい、共通の話題っていうね。ということで、はい、今回も今回もあらした。